え、上がりや。誰か紹介したいな。どうしようかな。川村さん意識する選手、ゼロさん。企画通り、打倒ゼロさんを達成させたい。はい、そう、この企画はね。そうなんですよ。そうでした、はい。ちょっと今一瞬飛んでしまいましたけど。打倒ゼロさんっていう企画。そうですね。やっぱ企画ですからね。やっつけたいですよね。今日はゼロさんは出張りませんがね、はい。そうですね。明日。明日、出場です。出役大全っていうね、書籍を、はい、第3弾かな、出版されて、明日またそのお話もお伺いできたらと思います。はい、ドラキューピンですが、皆さんの手配を見ます。なんだ国士っぽい、ちゃんたっぽい。あの並び方は国士っぽい。国士っぽいですが。ちゃんたも見つつですか、ね、親の本庁プロはマンズ本一狙いますね。山口さん。だいぶ迫ってきますね。そうですね。嬉しい。はい。隼人さんはここは3万。あと自敗だけですよね。はい。ありますね。あ、この3万は地位本庁プロ。本一ですね。はい、本一、まずの本一。うん、ちょっとみんなあれですね。4勝点ですね。はやとくん。あ、国士無双、無理反射点。あ、なんかあれですね、この、実況解説席と対局ルームって意外と近いらしいので、転敗した時とか、静かにしないといけないやつですね。あ、はい、あーとか言ったらダメですね。うおーってなったらダメ。うおーって。さあ、下茶にマンズの本一は明らかに仕掛けているのですが、隼人さんは、ここはダーウーマン。まあ、わかんないですよね。うん、本一のみやったらね、まだあれです。うん、さあ、気になるな、この隼人さんのツモ。ちょっとドキドキしますが、まあ、切る順番をちょっと丁寧に。考えたいところ。はい、本一を仕掛けてる本庁プロと、こちらベッシーさんの手配、想像のイーペイ孔明みたいなのができましたが、チートイツか、はい、ドラムキューピンは切りたくないみたいですね。なるほどです。ハヤトさんはまだ進まず、ここもリャンマンを切っていく。このマンズ切るのを本庁プロは、ちょっと怖いなと思ったりするんですかね。うん、そんなに気にしない。あ、初を重ねた。さあ、ハヤトさんの欲しい牌はですね、シャーと、チュンと、チュンと、シャーとチュンとペーか。シャー、チュー、ペンは結構いるの？うん、言ってるようで違いますね。シャーチューンペーか、結構まだまだありますね。国士無双が見えますね、はい、チューンが2枚切れですかね。チューン2切れということでした、はい、さあ、ちょっとチートイツかなって一瞬思ったベッシーさんの手配でしたが、ちょっと自敗が切りにくくなっちゃった模様。山越さんも飛車点まで来ましたね。山越さんに飛車点。さあ、ドラのキューピンが使えるかどうか。違う。そっちの自敗じゃない。違う会社の自敗が欲しいんですよ。ここはトンを切っていきます。うん、本一仕掛けてる本庁プロも進まず。これ誰か天杯入るのか、ここか、一番近いのはここでした。いやいや、山越さんの山越リーチ。あ、いいシャンチになりましたね。ちょっと待って、これはざわざわですね。チュンとシャーですかね。チュンとシャー、シャーが欲しい。ハヤトさん、国士無双のいいシャンテン。ちょっと待ってね、キューピン短期をリーチしているのは山越さんです。カルベさんが1枚になってて、キューピンはあと1枚か。カバーにはないないですので、あと1枚ですね。2山ですね。いや、2山、うん、1山です。1山、はい。ドキ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 ですね。ドキドキ。
岩越さんの手配はこちら、キューピンドラのキューピン短期です。さあ、ハヤトさんがね、国士無双のリャンシャン店でパーマンをするのか。ハヤトさんドラムできてね、入れ替えられますしね。じゃあパーマン現物じゃん。本庄プロもリシャン店どうするのか。ローマンは、ね、あ、もう完全にやめましたね。あ、そっか。何？縦じゃないねん。横が横じゃない。縦じゃなくて違うのが欲しいのよ。急走は、ちょっぴり押してる。ワンチャンスじゃないわ。急走が、急走読み合いだったのか。1、2、3。違うわ。さっきのね、ハヤトさんの急走ってちょっぴり押してました。パーソの次チャンス、チャンスソー、じゃあそのワンチャンスですかね。チーソー、あ、チーソー、ごめんなさい、4枚見えてたのか、すいません。うーん、ここは一旦ね、怖く見えますね。ハヤトさんもさすがに山越さんには報酬するのはバカらしいですからね、うん、なるほど、はい、まあ、一応4着目の山越さんのリーチですね。アッシャーが、あ、テンパった、テンパった、テンパった、ザワザワ、静かに、静かに、静かに。国士無双をテンパ入れましたハヤトさんはシャー待ち、はい、当てます。これ今日も声小さくしたシャー、シャー先通った、いや今だったら出ちゃうかも、うん、1対1、1対1ですって。あ、ドキドキ、どう、そうそう、切っちゃう、すそった、シャー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 いるのか、シャーいるの、シャー3枚、シャー3枚ってなんか聞こえた。嘘でしょ、嘘でしょ。うん、ロピン、 あと4枚、押す、この押し見てもみんなもだいぶだいぶ回れですよ、もういやざわざわする、なんじゃなんじゃと、ハヤトさんがなんか押してると、あんな捨て牌でね。そうですよね。でリーチしてる山越さんも寒って思ってるはず。あと2枚、さあシャーとキューピンどっちが、ああ、ちょっと待って、このシャーはですね、ハヤトさんの国士無双3万2000は3万2300の上がり、うっぴょくわ、シャーを掴んでしまった。シャーを掴んだのはドラキューピン短期でリーチしてました山越さん。シャーで待てか。